KBSWZ1996 ベリルは、ポーランドのファブルイカ・ブローニューチュニクが 7.62mm 口径の AK-47 アカム及び 5.45mm 口径の KBKWZ1988 タンタルの後径として設計した 5.56X45mm ナトー弾を使用するアサルトライフル。なお、 ベリルとはベリーリウムを表すポーランド語の単語である。1989年にポーランドは AK-74 のクローンモデルである WZ-88 タンタルの生産を開始したが、間もなく冷戦が終結し、共産主義政権が終焉を迎えたこと、西側諸国への接近を図り、NATO への加盟を目指し始めたことから、 ポーランド軍は 5.56X45mm、ルナ t o 弾を使用する新型の KBSWZ1996 ベリルを1996年に採用、1997年から製造、配備を開始した。WZ96 ベリルは、実質的には、WZ88 タンタルの 5.56X45mm、 な当ダしようと言える。WZ-88 タンタルと同様に AKK、アサルトライフルのガス圧利用式と回転ボルト閉鎖機構を特徴とする。WZ-88 タンタルから継承した特徴として三点バースト機構を備える。銃の右側面にはダストカバー兼用の安全装置レバー、左側面には射撃モード切り替えレバーが、 設けられている点も WZ-88 タンタルと同様である。後者については操作しやすいように差し掛けが2本に増やされている。重心の先端に装備したフラッシュサプレッサーにライフルグレネードの発射能力がある点は WZ-88 タンタルと同じだがサイズが小型化されている。銃全体の寸法を WZ-88 タンタルに合わせるため、AKK アサルトライフルとしては珍しく、フロントサイトよりも前方に重心が約 25mm 延長されている。折りたたみ重傷はより強固な構造に改良されたが、やはり寸法は WZ-88 タンタルのものに準じている。重心下部には WZ-74 パラドグレネードランチャーの装着が可能である。 運用年数が長いこともあり、改良が進み、レシーバーカバー上部に覆いかぶせる形で、消紋部分と重傷基部で固定する、ピカティニーレールマウント、上下左右の四面にピカティニーレールを備える、ハンドガード、半透明な断層、伸縮式重傷を装着するようになった。WZ1996 ベリルは、ポーランドのナトー o 名に合わせ、 他な10日名国との弾薬規格の統一による補給の安定性の確保を目的として採用されたが、軍事予算の制約等から、ポーランド軍全体への配備は進んでいない。また、近代化回収されているとはいえ AK クローンモデルであり、旧式化しつつあることから、ポーランド軍向けに、ラドム社は新型のモジュールライフルシステムを開発し、2017年には、 ポーランド軍への正式な大規模納入が開始。同時に、ポーランドの国民的英雄であるステファン・ロベツキ、将軍のあだ名であるグロートの愛称が付けられた。グロットは M、ロックハンドガードの採用、ボルトリリースレバーの採用、3点バースト機構の廃止、重心長を16インチに短縮、作動方式を、ショートストロークピストン式に変更したことによって、 ベリルの後継としてふさわしい銃となった。WZ1996 ベリル及び WZ2004 ベリルは AK-74K ライフルを軍用装備する国々に対する近代化改修モデル提案として輸出向けに力点を置いている。ありがとうございます。